こんにちは、りゅうきです。今日は成功までたどり着くために必要なことというテーマでやっていきたいと思います。面白いお話があります。キコリの男性2人がいました。1人目のキコリはいつも全力を振り絞り木を切っています。休憩を取らずできるだけ多くの木を切るために頑張っていたんですね。朝早くから切り始め、夜遅くまで切り続けています。もう一人のキコリは、一人目のキコリの木を切る速さ、彼の頑張りに驚いていました。でも、1ヶ月が終わる頃には、二人目のキコリの方が多くの木を切っていたんですね。一人目のキコリよりもハードに作業していたわけでもなくて、程よく休憩もしていたんです。そこで一人目のキコリは、二人目のキコリに質問をしました。あなたはどうやって僕よりも多く木を切ったんですか？私の方が朝から晩まで長時間頑張って木を切っているのに、あなたの方が多くの木を切っている。その秘訣を教えていただけませんか？と言ったんです。すると、二人目のキコリは言いました。どんなに忙しくても私は斧を研いでいるんです。斧が鋭くてよく切れれば、より少しの労力で多くの木を切ることができるからです。と言いました。斧を研いでいるとより少ないエネルギーで木を切ることができるんですね。エネルギーの効率がいいということです。私たちはエネルギーを効率よく使っていくことが大切なんです。一日の使えるエネルギーの量は限られているからです。どんなに技術があっても頑張りすぎていてエネルギーが枯渇状態になると成功までたどり着くのに時間がかかります。例えばカーレースがありました。目的地のゴールに向かって競争しています。あるレーサーはずっとハイギアでトップを走っていました。でもゴールまであと3分の1のところまで来た時、ガソリンがなくなり車が動かなくなりました。ガス欠です。結局順位はビリに終わってしまったんですね。いくら技術や知識があっても頑張りすぎてエネルギーが枯渇してしまうと結局成功のところまでたどり着けないんです。時には成功まで突き進むことも大切なんですが、張り詰めすぎず肩の力を抜いて程よい休憩をとっていくことも必要なんですね。たまには遊んでくださいということです。せっかくの人生楽しんでください。楽しんでるとエネルギーが上がります。すべてがバランスが大切なんですね。程よく体と頭を休めエネルギーが上がると成功まで進んでいくパワーができるということです。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。あなたの幸せを心よりお祈りしております。